昨日と受けたインスタのやつ。何マスターがここでなんかしょったやつ。バリーってちゃう。ありがとう。ありがとう。このみちゃんはさ、こうしてほしいさ。私はなんかね、私でね、動画を見てて。次がまたよかった。私はこれの動画を見て。一味ちゃんからもらったお酒じゃこりゃ。純米吟醸。コップや。いただきます。あ、見せてよ。あれ。うまい。うまい。今日すごかったな。視聴者の方、いや今週、今週すごかった。東京、東京、千葉、先週から東京、千葉、神戸、静岡、で今日埼玉で大森、昨日大森で本ちゃんに落ちた。え、え、え、こっち行ったほら、この辺ってさ、うちは何かおるけて。おらんな、この辺なんて。おるわ。この辺なんて名前おらんわ。失礼な、おるよ。人生で俺、お前が初めて。そう。おるじゃよ。人生で会ったことないね。あるこの辺って。あの、芸能人はあるけどね。誰この辺だな。いや、木の実なら。なんか、おっちゃう。増田好みってなんか子役の子にしてる。あ、増田好みね。そうかな。体型が一緒や。私体型一緒や。増田好み。かわいいウサさんの時はご飯ぴょん。かわいいって。みー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 もういいよ、できたらできんでもいいさ、できんでもいいよ。でもさちゃんこれいいからね。できた。お前めっちゃ可愛いかな。ありがとう。ビーガンって書いてある。補正してくれるということ。ビーガンって焼き鳥屋は絶対おかしいよ。視聴者の深堀さんにいただいたいぶりがっこ、あのいぶりがっこにね、クリームチーズを乗っけて、青のりをちょっと振って、お酒に合うようなね、おつまみにしてみました。そして、今日は、みずほの一味ちゃんがね、来店したときにもらった、この純米吟醸のね。長崎は、雪なんす。多分お客さん、もう今、ちょうどオープンしたばっかりなんだけど、5時半で。多分暇だろうから、もう今日は飲んじゃおう。いただきます。うまい。マジうまい。うまい。うん。うん。うまい。アルプス処理水って何？わからない。基準を十分に満たした上で海洋放出する方針です。
みんなで知ろう。3人で撮るってことでしょうか。あ、違う、違う、もう2人で撮って3人でなんか真ん中に入ってもらってあきらちゃんってあきらちゃんあきらちゃんはいいですか、あきらちゃんあきらちゃん俺の精度悪いかも、ね、精度悪いですよ。メイカの方が絶対楽しい。もうあきらちゃんって言ったからこんな感じでいいですかね。じゃあ5秒で5秒で、はい、大丈夫です。諫早からとってもね、素敵なカップルが来ていただきました。リスナーさんがね、諫早からよく最近来てくれるけど、で最後に帰りがけ、男性の方から、まあ、30代だって、男性の方から握手お願いします、握手こう、次女性かなと思う、女性来なかった握手っていう。長崎に売ってるんですか。そうなんですね。そうですよね。夢サイトにやったけど、知ってやってで。ああ、本当に。毎日やってくる。
島。沖縄。沖縄。